コスの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと一風変わりまして、ちょっとね、最近コピー品っていうのがね、出回りすぎているんで、ちょっと注意喚起という感じでね、ちょっと動画を上げさせていただきます。はい。その中でもね、今回はね、ドラゴンボールの、チョコレート製の、フィギュアですね。白黒ツートンカラーの、フィギュアなんですけれども、それがね結構今コピー品がもうほぼほぼ9割ぐらいコピー品ですね。はい。それなのでちょっと本物とね、どこが違うのかっていうのを見ていきたいと思いますが、自分はねコピー品の方を持ってないので比べようがないんですけれども、一応自分は発売日に、予約しといて、購入したものなのでね、本物 なので、そちらちょっと、見ていきましょう。はい、これを見れば分かると思いますが、結構今ねヤフオクでも普通に買えますね。結構なんか他のねご飯とかベジータ SMSP の悟空とかとね一緒に売ってたりしますが、結構安く出回ってますね。7000円とかね、そんなもんで買えちゃったりします。ですがこれはね世界800体限定なんてそんな安くはないんですよ本当は。もう出回りすぎちゃってね、本物の価値も下がっちゃってるみたいな、なので、今ほとんどね、まあ、抱き合わせで一緒にご飯とかねとかと一緒に販売してるのは全部多分偽物ですね。はい。なのでね、ご注意していただきたいっていうのでね、まずどこが違うのかっていうのはね、フィギュア自体はね結構もうそんな差はないかもしれない、自分持ってないんでわかんないんですけれども、まあ、ちょっと比べようがないしね、自分もちょっとお金出してコピー品を買う気にはなれないんでね、ちょっと自分が、まあ、持っている人でしたらね、ちょっと見比べてみてください。まあ、おそらく、まあ、結構違うところがあったり、本当微妙な差だったりする場合もあるんでね、なんともそこはわからないんですけれども。まあ、一応は二次元塗装になってる感じになってですね。はい。ちなみに、チョコレートっていう会社はアパレルショップですね。フィギュアショップじゃないです。主に洋服のブランドですね。なので、フィギュア単品だけで販売するってことはまずないと思います。この悟空もね、T シャツや、雑貨と一緒に、販売してたっていうことでね。なのでね、ご飯とかね、ベジータとか SMSP の悟空とかはね、ほんと聞いたことはないんですよね、自分は。なんかこの悟空以降なんか一緒になんか販売、T シャツとかと販売してたんですけど、これも。それ以降なんか新しくなんか T シャツとかと一緒に販売するっていうのを聞いたことがないんでね、おそらくどっかの海外のコピーメーカーが作ってるんではないかなと自分は思ってるんですが、もちろん自分が言ってることがね 100% 本当のことではないとは思うんですけれども、まあ、一応ね、版権シールはちゃんと取ってありますね、この会社は。はい。なので、版権シールがついてないのは、ほぼほぼ偽物だと思います。まあ、たまに、版権シールをね、貼り替えるっていうね、悪質な業者とか、個人がいるみたいですけれどもね。だから、見分けるのは難しいかな、今の時代。こんな、まあ、精巧なね、コピー品を作れる世の中なんで、版権シールも簡単にコピーできると思うんですよね。
応台座は普通にこういう感じで、まあ、見た感じちょっと普通に透明ですけど、角度によってチョコレート色に見えますね、うん、まあこれもちょっとあれかもしれない、特殊ですね。っていう感じでね、一応これはあの本体なんですけれども、一応自分はねあの予備としてあの未開封品も所持をしております。はい、パッケージはね一番わかりやすいかもしれない、うん、見分けるポイントとして、まあ本体だけね、なんか、販売してるとわからないんでね、ちょっとね、実際の箱っていうのをお見せしたいと思います。これでちょっと判別は可能かなとは思います。ちょっと、離して撮りますね。はい、ではね、見ていきたいと思います。はい、こちら、はい、どうですか。多分皆さんが想像していたものと全く違うと思います。はい、こちらが箱になりますね。はい、ドラゴンボールセット、はい、アニバーサリーって書いてあります。はい、実はこれアウターケースがついてるんですよ、箱の外にアウターケースで、入ってる感じですね。で中、まあ、多分ここのメーカーの10周年記念なのかな、わかんないけどね、うん、こういうアウターケースがついています。ちょっとね、透明度が高いんでね、結構自分の部屋の周りが映っちゃうんでね、あんま正面以外映せないんですけど、まあだからこれが今ついてないの多いんですよ、本当アウターが。なのでね、これがついてたらもうほとんどもう正規品だと思いますね、ほぼほぼ。まあ新品で売ってた場合ね、もちろん中古で、このアウターだけね捨てちゃう人もいるかもしれない、うん、そういった場合はどこで見分けるかって言ったら、箱の底に、判件シールがあります。ちょっとね、まあこのアウターケースがなかった場合の、本物か偽物かについての、区別なんですが、ちょっとねそこは厳しいかもしれない。でもね、判件シールはついてるんですね、なのでアウターケースがないっていうのはちょっと自分では考えられないんですよね、うん、アウターケースに判件シールがついているんで、うん、なのでね、これ自体を捨てるっていう人はいないと思うんだよな、アウターを、まあ、あとね見分けるポイントは箱でいうと、バーコードがあります。バーコードがこういう感じで入ってます。このアルファベットとかこういうのでちょっと区別していただけたらなと思います。まあ、こういうね英語と数字が、混ざった感じで書かれています。なのでね、ここら辺をちょっと見ていただければなと思います。まあ、もちろんこのね多分バーコードがついてないのはもう完璧に偽物だとは思いますけれども、はい、まあ、ちょっとフィギュア自体はちょっとここからは見づらいけどね、うん、であとね、自分はこれ以外に、まあ、同時に発売してた T シャツとかがあるんですけれども、自分はね T シャツはちょっと買わなかったんですよ。今思えば買っとけばよかったなと思いますけれどもね、同じ時期に買いましたのがこ
こちら、はい、30周年アニバーサリーのドラゴンボール、チョコレート、はい、半券シールもちゃんとついてます。でまた同じようなバーコードもついてますね、はい、で東映アニメーションの刻印は段ボールについてます。でこれは何かって言ったらね、ドラゴンレーダーの USB ジャックなのかメモリなのか分かんないけど忘れたけど、中ね久しぶりにちょっと開けたんですけど、こういう感じのやつが入ってます。何だったかなと思うんだけどな、はいはい、こういう感じのドラゴンレーダーしたね、こういう感じのやつです。 Not for sale 5000アンペア、あ、これあ、バッテリーチャージャーか、うん、多分バッテリーチャージャーかな、うん、ですね、はい、そうだね、はい、これも一緒に、購入しまして、一応これが中に入ってた、この段ボールの中に一緒に入ってた多分あれですね、線です、あと、USB の多分、ケーブルで、説明書、はい、こんな感じ、英語と中国語混ざってますね、まあ、日本語は書いてないな、うん、はい、こういう感じのやつです、はい、これと一緒に買いました、はい、なのでね、まあ一番いいのはこのアウターがついているのを買うのが間違いないかと思います、はい、っていう感じでね、まあ結構ね、ほんとねコピー品が多いまあ何にしてもね、もう今ほんと精巧に作られてるから本物と区別がつかないね、うん、あとね皆さん多分まあ自分もそう言ってますけど、チョコレートって言ってますけど、もしかしたらですけど、読み方違うかもしれないですね。よく見てもらえばわかりますけど、ゼロが一つ多いんですよ。チョコレートだったらゼロ一個でいいんですけど、これを普通に読むと、チョクレート、チョクレート。多分ね、チョコレートの甘さみたいな感じと、あとこのクールっていうね、表現。これを混ぜた、独自の社名だと思うんですよ。だから、もしかしたらチョクレートっていうのかもしれない。だ正式名称はチョクレート。はい。まあ、みんなチョコレートっていう呼んでますけどね。もしかしたら違うかもしれない。うん、まあでもね、チョクレートってなんか読みづらいんでね、自分もチョコレートって呼んでちゃってますけど、うん、まあ正式名称はチョクレートかもしれないまあそれはね、どうでもいいか、ということでね、今回は、ちょっとね偽物との見分け方っていうかね、コピー品をつかまないための、ちょっとね注意喚起の動画を上げさせてもらいました。ほんと今多いんですよね。こう簡単に手に入っちゃうんですよ、このフィギュア。ほんとは800体しかないんで、世界に。そんな簡単に安く手に入らないです。まず数千円では手に入らないですね。うん、まあ普通に考えたら、このアウターケース付きのやつで多分売ってるとしたら2、3万ぐらいはすると思います。なのでね、皆さん今出ているなんか即決で7000円で悟空とご飯と一緒に販売してるとかそういうの見ますけど、買わないでください。ほぼコピー品です。
ほぼほぼつうかもう 100% コピー。はい。まあそこをね、本当は自分はね、コピー品、自分も掴んだことあるんですよ、コピー品。だからね、そういう苦い思いをしたことがあるんで、皆さんにもそういう思いをさせたくないので、こういう動画と撮りましたんでね。うん。まあ、これをどう撮るかは、視聴者さんにお任せしますがね。これで、まあ、いいねじゃなくて悪いねの評価が多い場合は、多分、その、捕まされた人が、自分のは本物だよって言ってね。うん。ちょっと、それで、悪い評価をつける可能性ありますね。はい。だから悪い評価をつけた方イコール、もしかしたら、そういうコピー品を持っていて、俺の方が本物だっつって、悪い評価つけるかもしれない。はい。まあ一概にそうは言えませんけどね。うん。なのでね、もしこれがね、本当、役に立ちましたっていうんだったら、いいねボタン押してください。はい。まあ、それでちょっと皆さん判別しましょう。悪い評価がついてたら、その評価の数だけコピー品持ってる人がいるということです。はい。まあ、これからね、買おうかどうか悩んでる人は、本当、ちょっと考え直してください。はい。そんな安くないです。うん。まあ、あとね、ご飯とベジータとか SMSP の悟空に関しては本当自分はね聞いたことがないんで、おそらく同じコピー会社が作ってるものかもしれない、うん、正規品とは自分は思えないですね。はい。まあ、もしね正規品だよっていうのがあったら、ちょっとチョコレートこのね社名が入った、ホームページかなんか、うん、そのページのアドレスじゃなくて、リンク、うん、リンクをね、ちょっと貼って教えてください。はい。その代わり、ちゃんとこの直空レート、はい、ドットなんとかって多分つくと思うんですよ。それがちゃんと入ってるページ。を教えてください。もしね、本当に SMSP との悟空とか ベジータご飯が出てたら、ちょっと、動画にて謝らせていただきます。はい。まあ、自分は多分ね、本当見たことないですね。はい。一応ね、まあ、この悟空の、T シャツとかが販売されてたであろう、ページがあるんですけども、一応概要欄にリンクを貼っときます。はい。そこで皆さんちょっと見てください。はい。では、今日はねこんな感じでちょっと長々とねちょっとお話しちゃいましたけれども、ぜひとも皆さんね、うん、ちょっと思いとどまって考えてください。やっぱそういうね業者をのさばらせてはいけないです。はい。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。